はい、皆さんこんにちは、セナです。今回ですけども、前回ツインモーションのダウンロード編ということでダウンロードしていって、プラグインもダウンロードしましたが、今回ですね、やっとツインモーションをいじっていきたいと思います。その前にですね、ツインモーションって、じゃあ実際何ができんねんと。ツインモーションって何者なんや、何ぞやっていうのを答えていきたいなと思います。まず、まあ、簡単に言いますと、簡単にっていうか、まず専門用語で言いますと、ツインモーションはリアルタイムビジュアライゼーションと言われるものになります。そもそもまあリアルタイムっていうのはもう大体わかりますよね。ビジュアライゼーション何かと言いますと、ビジュアライゼーションっていうものはいろんなデータであったりするものをこうやってギュッと可視化するものであります。で、それっていうのはビムとかもそうで、だからアーキカドもそうなんですよ。ビジュアライゼーションですね。ただ、レンダリングするには、前回ね、レンダリングした時、まあ、時間ぐらいかかったんですけど、高品質でやっちゃったんですね。そんな感じで集計をすると。多分向こうに仕掛けます。ちょっと、欲張ってね。そんな感じで、僕みたいなノートパソコンでやってる人からしたら、レンダリングっていうのはすごい重たいものになります。ただですね、ツインモーションは軽くて、しかもリアルタイムでレンダリングができるよっていうのが、リアルタイムビジュアライゼーションです。なんとなく分かってきましたかね。常にレンダリングされた状態でずっと見ながら、写真を撮ったり、動画を作ったり、VR を作ったり、できるっていうのがツインモーションです。前回もこの僕のセカンドハウス、これでレンダリングしたと思うんですけど、ツインモーションならもう今の状態でレンダリングされてると。ただ今の状態ではレベルがね、ちょっと低くてですね、この描画品質っていうのは選べるんですけど、ノートパソコンレベルで今やってます。基本的にはノートパソコンの開きたこれになるのかな。で、すごいの見たい時は最高にします。最高にするともうこんな感じでね、ニュルニュル感をするんですよ。で、このパソコンのスペックだと、ニュルニュルすぎて動作ができないので、いつもはね、基本的にちゃんとこのスペックに合った描画品質を選んでおります。やった！こんな感じですね。こんな感じでリアルタイムでできるのがツインモーションということで、まあなんせね、なんかやりたいことは何でも大概できるのかなと。ツインモーションならではと言いますか。しかもこれが今無料で手に入るわけですから、学生は特に。あと学生以外にもね、アーキキャド23。のバージョンを持っている方は、ツインモーションも無料で手に入るらしいです。僕は、その無料期間の間に手に入れたので、しかも学生なので、ちょっとそこまで詳しくはないんですが。こんな感じでね、ツインモーションの良さっていうのは結構理解されるのかなと思います。これ全部ツインモーションで内装したものです。かっこいいでしょ？はい、ということで。今回ツインモーションについて、ツインモーションって何ぞやっていうのを今回は説明していきました。まあなんとなく分かっていただけれたらなと思います。これを機にツインモーションをダウンロードしていじりたいなと思ってくれた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画は以上になります。ありがとうございます。